はい、皆さん、こんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。今回、いやー、ついにというか、久しぶりに動画投稿できるね。これ嬉しいっすね。うん。さあ、こいつですね、今回は。はい。ジュラシックワールドザゲームで新しいハイブリッド種。アロサウルスとバナノギビウスを、融合して、新しいハイブリッド。アロノギミウス。めっちゃ言いにくい。アロノギミウスね。を作ろうということで。いやー、新しい生物ね、誕生してきましたね。ということで、早速、揃えました。はい、こんな感じでございます。いやー、これすごいね、なんか。すごいね。なんか、体の色が、なんか、背景と同化してるような感じだし。なんか顔もね、なんかよくよく見てみれば、なんか、こう、角がね、こう生えてるんだよね。二箇所に。だからなんか、一見してこう、ドラゴンのようにも見えるっていう感じですよね。で、まあ、明らかにこう、背びれ、でっかい背びれと尾びれがついてるっていう感じで、もうまさに、なんかすごい、いかにも本当にもう、魚類と、肉食をもう本当に混ぜたっていう感じですよね。これはすごいわ。これ、ある意味、両生類みたいな感じなんじゃないかな。水中も泳げて、陸も強いみたいなね、感じですよね。はい。ということで、アロノギミウス、8体揃えましたんで、作っていきましょう。はい。どしどし、ガブガブ。おぉ。すごいね。いやー、新鮮だわ。なんか、こんな、なんか、蛍光色のような色合いの体。そして、この、大型肉食にごついヒレと尾びれがついてるっていうね。すんごいですよね。斬新だよね。デザインとしては。さあ、じゃあ、ピアノ打ちしていきましょう。はい。さあ、こんな感じで、カプセルの中にも入ってるとこも、なんか、やっぱ肌の色が目立つね。蛍光色みたいな色してるんで。さあ、なかなか、こいつはレジェンドのハイブリッドなんで、なかなか成功率も低いですね、ここね。はい。ということで、一回進化。アロノギミウス。一回進化。さらになんかちょっと、なんか、色味が、まあ、いつも通りだけど、色味がちょっと濃くなって、ちょっと模様が入ったんかな。ラインが、稲妻のようなラインが入りましたね。で、背びれもなんかちょっと模様みたいなのが、なんかちょっと汚れたような模様が入ったような感じですね。色合い的にも。まあまあまあ、いつも通りという感じですかね。一回進化は。色味が強くなるというか。はい。あっと。餌が足りない、餌が。めっちゃ久しぶりにね、ジュラシックワールドザゲームの動画投稿になるんで。はい。いやー、こうやって帰ってこいって嬉しいですわ。はい。ということで、2体目、作っていきましょう。はい。お、一発成功、いいね。ほんと、一発成功すると気持ちいいけど、一発成功しないときは結構グダグダして、結構だるいんですね。あれだけがね、ほんとに、改善してほしいなって思ってる点なんですよね、ここだけが。ここがね、ちょっと多めに DNA とキャッシュ払ってもいいから、一発成功みたいなね。そんなボタンが欲しいんですよね。はい。ということで、最後のペア。4ペア目ですね。はい。さあ、なんか後ろではなんか、コード19だっけ?なんか恐竜が脱走しようとしているみたいな。応援に任せて。大体、まあでも、DNA とか困ってる人は、こういうミニゲームを、まあ、ちょくちょくプレイすることで、やっぱ、塵も積もれば山となるということで、
こういうね、DNA、スーパー DNA で、XP ということで、もらえるんでね、まあ、ミニゲームをこうやってプレイしていくのも、全然ありかなと思いますね。うん。まあ、僕は大いに任してるんですけど、まあ、ミニゲームも結構面白いんでね。うん。はい。ということで、4ペアできましたね。1回進化のアロノギミウス。1回進化。はい。なんか顔、なんかいかつかんだかな。なんかすごいね、ほんとに。こんなごっついヒレと尾びれがついた大型肉食恐竜。これはほんとに、世界初だな。ウー博士もとんでもない恐竜を作るね。なんでもありだな。ということで、2回進化いきましょうか。はい。なかなか進んでくれない。なんとかならないかな、これ。この間なんか、ミニゲーム。いや、でもな。まあ、とりあえず、ここをね、なんか、広告を見て10分マイナスとか、そういうのじゃなくてっていうね、毎回言ってますけど、そういうのじゃなくて、一発成功ボタンが欲しいんだよっていうね。はい。お、レベルアップ、73。はい。もうなんか、データがバグってからね、全然メインストーリーやってないんですけどね。はい。やった方がいいのかな。まあ、久しぶりにやってもいいかな。まあ、希望があれば、要望があればね、メインストーリーも進めてほしいっていう要望があれば、やってみようと思います。はい。ということで、2回進化。まあ、なんだろう。そんなに大きい変化はなく、やっぱ、さらに色味が強くなったっていう感じですね。そこまで大きい変化はないですね。はい。ということで、もう1ペア。まあ、3回進化がどうなるかですからね。このゲームはね。3回進化。本当に、すっごく、めちゃめちゃ化けるやつもいれば、そんなに思ったほど化けないっていうやつもいますしね。そこら辺がね、こう一つの楽しみですよね、このゲームね。はい。ということで、2回進化のアロノギミウスが、2体でいきましたね、こんな感じで。はい。いやー、すごいね。ガツガツ。ほんと顔がドラゴンみたいだな。なんか、あと、餌が、すごい、すごい量の餌が要求されてます。はい。2回進化で、どれぐらいだ ?2 回進化で1回で62万円差とか要求してきますね。やばいですね、これは。はい。ということで、さあ、3回進化、いきますか。さあ、餌がなかった。さあ、進化と。おお。なんか、顎の下にもトゲが生えて、角もでかく、ちょっとでかくなったっていう感じなのかな。おお、一発成功。はい。入りを3回進化のアロノギミウス。お、これは?あー、なるほどね。これは、こいつの場合はあんまり、思いっきり化けるっていう感じではなくて、その無難に、ちょっとこう、まあ、トゲとか生えつつも、色がちょっと強くなって、まあ、無難な、進化具合という感じですかね。そこまで、思いっきり化けるっていう感じではないですね。トゲトゲになるとか。はい。そんな感じ。これはまあ、元のままのフォルムを保ったままという感じですね。はい。いやーでもまあ、角がね、ちょっとこう、やっぱ増えたことで、よりドラゴンっぽさが増しましたね。顔がドラゴンっぽい。で、背びれとかがね、なんかすごい、なんか、なんだろう。まあ、色鮮やかと言っていいのか、汚れていると言っていいのか、なんか、青と、緑がね、なんかこう、ごちゃ混ぜになってるっていう感じですよね。で、体のところに、まあ、日本のラインが入ってるっていうので、このラインは、アクロカントサウルスだっけ?あいつのなんかあったような気がするんだけど、まあ、
一応レビュー40まで聞きましょうか。はい。せっかく作ったんでね。うん。っていうか、レジェンドハイブリッドなんで、これ強いはずなんで。はい。さあ。これで。はい。ガブガブと。いい食いっぷり。いやー、一回で270万円さ。これはやばいっすね。一回で270万円さか。一回300万円さ、いくんじゃねえか、これ。この調子だと。やべえな。めちゃめちゃ餌食うね。はい。37、38。一回で300万円さ、いきますね、これ。さあ、39。さあ、最後、300万円さえ行きましたね、やっぱり。ちょっと足りない。40、ギリギリ。いやー、ギリギリ足りたね。はい。はい、ということで、最大レベルに達しました。さあ、ステータスが、5483の体力と2466のアタックということで、これちょっと先に見たんですけど、これはあのインドミナスレックスの上位互換っていう感じですね。はい。なんでめちゃめちゃ普通に十分使えますね。うん。ぶっ壊れではないけども、インドミナスレックスよりも上なんで、普通に強いですね。はい。ということで、生体見てみましょうか。生体をね。はい。アロサウルスのように、アロノギミウスはステゴサウルスなどの大型草食竜を捕獲する、捕食する、捕物する。捕物ってなんだ？アロノメギウスは陸上生活する生物であるが、水性の習慣があることから、水辺を捕食の舞台とすることが多い。おお。浅瀬で力を発揮するアロノギミウスは、環境を優位に利用して、獲物を浅瀬のプールに引きずり込むことがある。浅瀬のプール、なんか表現がすごいね、プールって。アロノギミウスの背中のヒレは、陸上では放射線、熱放射に役立ってると。これで体温調整してるってことか。なるほど。はい。ということで、まあ、割と基本的に陸上でもやっぱ強いけども、基本浅瀬で、なんか捕食することが多いっていうことらしいんで、まあ、どっちかっていうと、スピノサウルスみたいな魚食なのかなという感じですかね。うん。一応肉食恐竜ですけどね。まあまあまあ、かっこいいしね。結構、蛍光色っていう、やっぱイメージが強いね、こいつは。はい。ということで、まあ今回はね、この新しく出た、アロノギミウス。めっちゃ言いにくい名前。こいつを、まあ作ってみたという感じでございました。いやー、まあ久しぶりの動画投稿なんでね。いろいろ、ちょっと、大丈夫かなっていう不安もあったんですけど。まあまあ、うまくできたかなと思います。はい。まあ、こいつ強いんで、本当にさっきも言いましたけど、インドミナスレックスの上位互換っていう感じなんで、作っておいて全然損はないですね。はい。ぜひぜひ、素材を持ってる方はぜひ作ってみてはいかがでしょうかという感じですね。ということで、今回はこの辺で終了にしたいと思います。